クラブがどう動くかなんでしょ、うん、ということは、うん、レッスンの時って、うん、クラブの動きしか見てないの一番最初に見るのは、うん、クラブとボールしか見てません。人は見てないんだ。見てない見てない見てない。人間は、うん、会話する時だけ挨拶して、うん、どんな症状ですかとか、そういう話するときだけその方を見て、もうクラブを握った時点で顔見てないから、クラブしか見えない、クラブとボールしか見ようとしてないから。平井博明のワンナップゴルフ。クラブが例えばじゃあ本当に透明人間になったとして、クラブがこうやってアドレスで一歩立ってるじゃない。でこれがこうやってなって、こうやってクラブこうなるでしょ。こうやってなったらどうやって体がなってるかっていうのはもう腐るほど見てるから。そうかそうか、そうこれなのにこうやってなんないから、あこうなったらこうかこうか、あまあそりゃそうです、ね、そうだから体の動きはもう本当にぼやけてていいの。あ見えそうか、そうクラブを見ててチラッと目に入ったぐらいで十分なの。それでも見えすぎなぐらい。だからなんならあれだ、透明人間の方がクラブしか見えないから、そうあれかなんだ多分、そう余計答えに近づく。そうだよね、そう見えない方がいい。何ヤードをどこに打とうとしてるかを言ってくれればそれだけで十分だから。で何番で打って、いやそれじゃ足らないですよね、それじゃ振りすぎですよねって、そういうことになってくるから。これはあんまり言っちゃダメだろう、これじゃ半分秘密に足突っ込んでるよね。そうだよね、うん、商売道具だから。そう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 。だからクラブの動きをスイングだから見て、でそれに出たそのクラブの動きと球が一致してるかどうかをまずチェックする。女性なんか最近来てくださること多いけど、あのそうあのアイラインがとかお化粧がとかちゃんと詳しく見てないんで大丈夫です。もうあの全然その辺はすっぴんでも結構ですので、そう、はい、見てないから大丈夫です。それはそれで失礼だけど。あそうですか。いや打席行くときは見ますよちゃんと。ああそうだ、ね、お綺麗ですね。そうですね。そうそうですそうです。敵ついてクラブ持ったらもうボールとクラブしか見えない。見てないです見てないです。余計な動きを見たくないっていうのもあるし、見ても結局クラブを動かすために体を動いてるっていう判断だから、だから運動が体主体なんだったら体見るんだけど、僕ゴルフにはそうじゃないからね。ゴルフはもうクラブがメインだから体見てもしょうがない。だから上げる時も例えばフェースアングルがこう上がってるのかこう上がってるのか、綺麗にこうやって上がってるのか、そうそういうのとか、トップでこうなってんのかこうなってんのかこうなってんのかとか、体は関係ない関係ない関係ない。そうクラブがそうなってたら体はそうなるよねっていう動きを知ってるから、8割こうやって入ってるからね。インパクト、そう角度もこう、クラブの角度もこう、あそうそう、みんなこうなってる。プロはみんなこうやって入ってるから、大体こうやって入ってるから、ボールに対してもうこの向き、もうこれもうほぼほぼ間違いない。こうこうやって入ってるから。え、でも構えてるときはまっすぐって構えてるときはこうやって構えてるんだ、みんなこうやって構えてるじゃん、全員こうやって構えて、帰ってきたときにはこうやって帰ってるから。あれ帰ってきてない、来てない、そう来てないのよ。来れてないの、来れてない動きが入ってるってなるでしょ。あ、そうか、何もしなきゃちゃんと帰ってこれんの。そうだ、クラブがこうなってきてるってことはクラブが戻ってこれてないから、じゃあ体のどこの動きが悪いのって次になるから。本当にこれドンピシャだと思うよ、この向き。そんぐらいで、そうこうやって入ってきてる。こう正面から撮った時ももうこれまんまだから。そう。そう。これ見覚えある姿に変えていい？クラブ変えないで。こうやってなるから。見覚えある。そう。これ見覚えあると思うんだ、皆さん。そう。だいたいこうなってるから。あ、こうやってなってる人あんまいないから。こうやってなれるんだったらこうやってなってるから。そうだね。そう。こうやってきてるから。こうやって。バント。そう、そうなっちゃう。そうだ、飛ばないのよ。バントだ。こうやってなって、慣れないからね、なかなか。ここ取ったら早いのよ、ここだけかっこよく決めてって言ったら、こうやって、そうだ、ここに持ってこようとしたらこうやってやってらんないからね。ああ、そうなんだ。そうこうやって、はい、そうそれだけでもイメージは変わると思う。
だそういうなんかこうイメージのこう変えることもすごく大事で、うん、もうね本当にインパクトっていうのは音ともちろん形もそうなんだけどすごい速いじゃない、うん、だからこの辺とかこの辺とかボールとかあとクラブだけの動きっていうのを見るとその大体すぐこうなってるね動きがこうなってるねっていうのはもう目に見えてわかるぐらい、はい、そういうレッスンがいいですね。俺はいいと思うな 100% 体を見てレッスンよりも、うん、体を教えないから体見てもしょうがないからね俺はね。そうそうそう、だから体をメインで考えた方が動きやすいっていう方は全然いいんだけど、クラブをこういうふうに動かしてって教えるのか。そうそう、だからまっすぐ後ろに上げろって。そうそう、上げるために腕をどうするんじゃないっていうのね。そう、クラブをまっすぐ後ろに上げる、ね、そうそうそうなんで、あのね本当に俺物理的にとかっていう俺すごい好きじゃないんだけど、逆に物理的にって言われることが多いんだけど、で逆にじゃあそのまた逆に物理的にって言われるんだったら、これさ物理的にクラブがさこうやって当たったらスライスするじゃない、でこうやって当たったらフックするじゃない、じゃあそれクラブメインの動きで考えれば簡単でしょって話なんだけど、それはやらないんだよね。フック打つ時には体がこう動いてって先に体をやるわけよ。だから難しいの。だから俺がそこは矛盾点だと俺は思う。クラブがターゲットに対してこう動いてれば左に曲がる、ターゲットに対してこう動いてればスライスする、そう、それだけじゃないのかなと俺は思うわけよ。なんでそれに体を入れるのかなと思って。だクラブをそうやって動かそうとした時に動かしやすい体の動きだけでいいじゃん、うん、だ先体じゃないんだよね、うん、だから曲げる球が難しくなっちゃう。だからそういう球を打つときにどういうクラブの入れ方をすればそういう球が出るかっていうことなんだよね。その次に体だから、はい、うん、動きはじゃあどうするかっていう、だからその順序が合ってれば多分本当にシンプルになってくるはず、まあ、毎回同じこと言ってんだけどね。そうなんだ、うん、そう、なんだっけ質問は。その教えるときに、あ、そうだそうだそう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 、だからもうレッスンでクラブの動きと球筋しかもうほんと9割そこしか見てない。あまりこう体の動きっていうのをワンナップゴルフのレッスンの時には意識していただかなくて結構です。あの動きたいように動いていただいて、ターゲットに対してクラブがいい動きをしてるかどうかしか見てないんで、その意識で練習をしていただければと思いますので、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。